ザスリルは多彩な音楽的背景を持つ15人のメンバーによるビッグバンドスタイルの日本のロックバンド。1990年12月結成。1990年夏にエンターテインメントプロデューサーのシキタジュンがショコラータ、ミュートビート、ジャガタラなど当時の先鋭的なバンドのミュージシャンを中心に集めて結成された。同年12月にインクスティック。 鈴江のコケラ落としとして3日間の初ライブを行う。1992年に東芝 e m i よりデビューアルバムをリリース。渋谷クアトロ、新宿リキッドルームなどでの都内ライブ活動を中心に地方各都市へのツアー展開や日本武道館でのアクトアゲンストエイズ94など多くのイベントに出演する。1995年に四季田淳が脱退したことでバンドは 小的な要素を減らすが、ビッグバンドによるロックをより深く追求していく天気となる。東芝 EMI より、オリジナルアルバムを4枚とシングルを2枚リリースした。あと、OVA、青の6号や CX 系、テレビドラマ、ナオミの、サウンドトラックなど映像への楽曲提供も行う。2002年にアルバムザニューオーデッセイ、ライブ DVT ライブトゥルースをリリース。 フィファワールドカップ2002日、関大会の NHK テーマソングである、ポルノグラフィティ、無限のレコーディングと PV に参加。2003年、陣内隆則が監督した、自伝映画、ロッカーズのサウンドトラックに参加。映画にも出演。2005年12月に、バンド結成15周年記念ライブグレート、アドベンチャーを渋谷王イーストにて行い、ゲストの金子まり、 陣内隆則、三上博士、エミエレオノーラ、藤井直行、マグミ、ユーエーラと3時間半に渡り意欲的なパフォーマンスを見せた。2006年には、フジロックフェスティバルに出演。2008年にはアルバム08。2014年11月に、アルバムデリシャスタイムをリリース。2015年のバンド結成25周年を、シルバーアニバーサリーと名打ち。 ライブイベントシルバーラッシュの主催など、精力的に活動する。ありがとうございます。